Hi everyone, welcome to 英語英会話一日一言。 Today's 一日一言 is Q1008. Q1008 is Don't pick your nose! Don't pick your nose! これはどういう意味でしょう？3秒考えてください。 OK、 では答えです。答えは Don't、 これしないでですね。Don't pick your nose! 鼻をほじらないで、という英語表現です。電車だと結構多いですね。朝はそれほどいないんですけど、こう昼前、午後の時間、あ、午前か、午前の遅い時間帯からこう午後の、特に春とか夏、ちょっと暖かくなってきて、陽気な人が増えてくるとですね、電車で結構多いんですね、鼻をほじる方。そういう方を見かけたらぜひ Don't pick your nose! って言ってあげてください。多分無意識にほじっちゃうんですね。いや、 やはり公衆の面前であまり良くないと思うので、ティッシュをこう差し出したりとか、ハンカチを差し出したりとかして Don't pick your nose! まあ怒ってもいいんですけど、 Hey! Don't pick your nose in public! でもいいし、ティッシュを差し出しながら Don't pick your nose でも構わないです。 OK? ぜひ使ってください。で、ちょっとこう声かけるの恥ずかしいなっていう方も心の中で叫んでください。これは口に出すのと同じぐらい効果があります。 OK? それも心の中で Don't pick your nose で叫んでみてください。 OK? Alright, so あまりこういう表現習わないと思うんですね。 Pick your nose、 鼻をほじる、鼻をほじる、ほじる、他にほじるものってありますかね。土をほじくり返すとか、なんかそんなないですかね。ほじくり返す。Anyway, OK. So, まああまりこういう表現を習う機会ないと思うので、せっかくなのでお教えしておきます。お子さんがいる方とか使えるかもしれませんね。お子さんがこうグイってすごい鼻を引っかき回してたら、Hey, don't pick your nose って言えたりします。ぜひお子さんがいる方は使ってください。このペックなんですけど、いろいろ使いますね。例えば、いちご狩り。I went to pick strawberries. I went strawberry picking. I went to pick strawberries. まあ、どっちでもいいんですね。Okay? こういう感じですね。摘む。Okay? あとは、pick up. 拾う。なんか落ちてるものを拾う。pick up。いろいろ使うんですね。あと、she is picky.彼女は picky about about food。 これ一日ほどでおそらくずっと前にやってるんですけども、 She is picky about food。 食べ物にうるさい。で、なんでこれうるさいかっていうと、 pick っていうのがこの pick your nose 以外に pick up 以外に選ぶという意味でも使うんですね。 choose、 choose で、なのでこうすごく選ぶ、食べ物をすごく選ぶという意味でうるさいというふうに、という表現になります。Alright, so anyway, pick. いろいろあるんですけども、前回も言いました。横のつながり、横の関係。これが大事なんですね。英語の勉強で必ずこの横のつながりで覚えてください。こう、pick だけで覚えていくと、結局何なのかよくわからないので、いろいろ使い方があるから。だからこう、抽象的な何か pick の感覚はあるんじゃないか。あ、なるほど、こう、拾うときもこうだから、これか、みたいな。選ぶときもこれだからこう選ぶのかみたいな、なんかよく分からなくなってくるんですね。誰もこんな風に選ばないですよね。でもなんか、でもこうやって選ぶからかなみたいな、これをこうやって選ぶからかなみたいな風になってしまうんですね。で、食事行ったらメニューでこうやって選ばないんですよね。 OK? なので、どんどんおかしい感覚を身につけてしまうんですね。なので、その感覚に頼るんじゃなくて、横の関係、横のつながりで覚えていただくと、しっかりと意味が覚えていられます。OK? Pick up でしたね。これはこの2つ一緒なので。OK? あと、Pick up girls。あとは、空港で友達を拾う。I pick my friend up at the airport って言ったりもするので、いろいろあるんですね。もうそれを横のつながりで覚えていただくと、ごっちゃにならないです。で、縦で覚えておくと全部ごっちゃになってしまうので、そうではなくて、このフレーズを一つ一つ覚えていってください。そうすると、あ、こういうシチュエーションでも使う、こ
このシチュエーションでも使うし、このシチュエーションでも使うんだなっていうのが分かってくるので、何ですかね、シチュエーションが分かると大体どういう時に使えばいいか、こういう時には使えないなっていうのがしっかり分かるようになってきます。OK？ これもですね、もうどんどん数を増やしていくと、その分理解が深まってきます。もう1個ぐらいしかこう、分からないと他のが出てきた時によく分からないんですけども、しっかり全てのシチュエーションが分かると、理解がどんどん深まってくるので、区別できるようになってきますね。このシチュエーションだとどれかな。OK？逆の考え方をすると全部ペクでいいっていう、すごい楽な、実は、考え方もありますが、またそれは今度やりましょう。それはまた今度やりましょうから。またそれは今度やりましょう。それはまた今度やりましょう。OK?OK.、Okay? Okay. So, don't pick your nose, OK?Alright, so, thank you very much for watching. I'll see you in my next video lesson. Bye!